去年ね、まさかの大失速。はい。あの時ベンチにいた？いました。はい。5連敗目から行ったんですけど、まあ勝てる気しなかったですね、見てて。ね。それはなんでだろうなと思って、はい、僕サイン出したんで、うんまあ、監督がいて、うんうん、こういうすごい広い視野で野球見させていただいて、うん、やっぱ感じたこともありましたね。ある、はい、俺もね、監督は2年半ぐらいやったけど、その連敗の脱出の仕方がこれ分かればみんな苦労しないと思うんだよね。だからそこがやっぱり野球の難しいところで、前日からまあとにかくベストを尽くす、もうこの明日勝てるためにじゃあ何が一番いいのかって、まあ、スタッフで、ね、一緒になって考えて、とにかく勝てるようにしていこうっていう、まあ、これはもう誰しもがやることで、結果っていうのはもうこれはもう後からのことなんでね、これどうしようもない、操作ができないところだからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、でもそこはね、やっぱファンはなかなかね許してくれないところもあるし、ほんと難しいところですよね。そこは将来的にはね、やっぱりここまでユニフォームを着続けてるんで、そのまんま、まあ、ジャイアンツの監督になってさらにプレッシャーになるのか、そういうのを全くなしに今の原さんみたいにねやり通すのかこれはまた見ものですねプレイングマネージャーっての大変さって、まあ、やった人しか分かんないと思うんですけど、はい、いろんないらん情報も入ってくるわ、うん、ゲーム出るときはそのゲームに集中しなくちゃいけないわで大変だったと思うんですけど、うん、なんかこう自分をどうコントロールしたのかなっていう、はい、ゲーム出ないときはもろ監督業にガッてやってたのか、いやそれでも俺後から出る準備してるよと思ってやってたのかっていうのとかがすごい難しいのかなっていうのは、はい、プレイングマネージャー1年目っていうのはまだ出れたから自分が、はい、選手としての割合の方が強かったの、出ない時と出る時っていう時のそこのなんか切り替えの方法であったり、うんまあ、切り替え方っていうのを、まあ、1年間である程度できるようになってて、スタメンで出るっていう時はもうほぼ選手だけ、うん、初年度のスタメンじゃない時っていうのは途中から出る準備もある程度しながら進めていった。それがまあ1年間終わって、やっぱり自分の中でもう今年は、現役としては最後だっていうふうにもうスタートしたから、まず考えてたのは自分が出てその勝ちに行くのか、それとも来年以降を見据えてキャッチャーをやっぱりある程度数を場数を踏まさなきゃいけないかっていう、その二択になった時に俺は後の方を選んだの。なるべくそのスタメンで出なかったら最後まで守らせたかったの。そうですね。そう、はい、そうしないと覚えていかないから、コーチ陣と自分のその考えが一致しないのよ。俺に出てってもらってある程度ちょっとこう落ち着かせたいわけよ、チームを。でもこの年俺もう今年でやめようと思ってる人間がそれを作って次の年にはいお前たちやりなさいっていうのもなかなかできるもんじゃないってキャッチャー的には思ってたから、だからもうそこはもうぐっと自分がこう抑えて抑えてそっちの考えを優先して進めた。だからきつかったのは2年目の方がきつかったかな、うん、両方の準備をしなきゃいけないきつさっていうのはやっぱあったね。でスタートで出るときはもうほとんどチームのことは森さんとかに任せきりでっていうか、そういう方が多分いらっしゃったんで、うん、やるんだったら元気な時にやりたかったんです100試合以上自分が出れて、はい、っていうんだったらもう一回 やりたいなと思うけど、まあ、結局古田さんもそうじゃん。そうですね、はい、自分が出れなくなったあたりからのプレイングマネージャーっていうね肩書きだから、やっぱり古田さんもきつかったと思う。そうですね、うん、野村さんがプレイングマネージャーとして成功したのって自分がほぼ出てた時じゃん。何回の時ってもう自分がもうレギュラーとしてずっと出ながらやってたから、まあでもいつかまたね、はい、日本で対戦したいですね。そうですね熱い戦いをね、はい、なんか今さ熱いなんか試合ってあんまりなくない？そうですね。なんでなのかな、やっぱあれかな、あのまあ全日本のその試合数が増えたりさ、ね、なんかいろんな
チームがこう集まる機会が増えたじゃん最近。そうですね。あとは自主トレとかもさ、まあ、今回見てても菅野のところにね、藤波が行ってね、はい、練習したり、まあ、時代っていや時代で、そうですね、おい、ね、それで済ませるなよって、まあ、俺的には思うんだけどね。そうですね、プロ野球がいい方向にね行ってくれるんであれば、うん、まあ、それはそれでいいとは思うんだけど、なんか違う方向に、行ってほしくないっていう思いもあるし、ね、うん、プロ野球の歴史っていうものは残しつつ、なんかこれから新しいプロ野球の何かいいものが入ってってね、それがこう合わさって喜んでもらえるようなねプロ野球になっていけばいいなと思いながら、コロナで声援ができないとか、うん、ファンを熱狂させるみたいなのがないじゃないですか、ね、うん、そうだね、今ね、だから今やってる選手は少しかわいそうだなっていうのもありますし、うん、まあ、そういう中でやってるかわいそうだなって思うのを大きくしてあげた方がいいのかなっていう、あ、そっちを意識なんですね、はい、うん、まあ、乱闘とかも減りましたもんね、やっぱ ね、まあ、ね、そういうので、うん、やっぱ真剣にやってるからそういうものも多分起きると思うだよ、ね、し、うん、ふざけてやってたら多分なんないと思う、ならない、ならない、本当にガチで真剣勝負をしてるからこそ、うん、熱くなるわけでしょ、熱くなるんで、うんうん、まあ、そういうのがやっぱちょっと減ってきたなっていうのは僕も感じています、うん、ね、はい、まあ、そうしろとは言えないですけどね、そうなんだよこうやってね、例えば俺とか新之助がそういうふうに言うと今度はそればっかり取り上げられるのよ、ね、今ってね、だからそうじゃないんだよね、うん、はい、俺らが言ってるのはとにかく本気対本気の野球っていうね、お客さんもやっぱり伝わると思うんだよね、それは、うん、そういうところを今これからなんか若い選手たちもなんか持ってってほしいな、だから村上なんてさそういうタイプじゃん、なんか今そうですね、でしょ、だからみんなが注目してるじゃん、やっぱりそういう選手に対して、ああいうのが増えてってくれるといいよね、ヤクルトのベンチ、まあ優勝したチームなんで、うん、まあ、歴然としてたんですけども、うん、やっぱり一つのヒット一つの出塁に対して味方が称賛するっていう称賛の仕方がやっぱり違いましたね、ジャイアンツと、うん、まあ、ちょっとやりすぎかなと思うところもあるんですけど、あ、それぐらいこうなんかチームにこう入って試合に入ってるなって思いましたね、あの、いい言い方でするとジャイアンツは大人な感じなんだよね、そうですね、ちょっと大人すぎるんだよね、スマートですね、うん、そうあの、まあ、やったらやったでまた怒られるんでしょうけど、ね、もっと喜怒哀楽出していいと思いますし、まあね、はい、うん、そういう姿って多分みんな見てると思うので、うんで、うん、僕が一回ヘルメットガーンってやったら、うん、原監督の横ピューンって通ってってで村瀬さんに当時、あの、うん、危ないねーかー言われて、うん、そっからもうそっと相当くない、相当くない、俺はもういつも裏でやったけどね、あ、そう、うん、もうこれね、本当昔の話なんだけどさ、横浜時代、横浜スタジアムの一塁、ボン出して、もうめっちゃ悔しかったの、その打席、もうとにかく打ちたくて、打ちたかったんだけど打てなかったっていう、自分のその悔しさをどこにぶつけようかと思って、ベンチ帰ってきて、口が合うと思って、ですぐこう、通路あんじゃん、通路の途中にトイレあんじゃん。はい、トイレがあったからトイレのドアボーンと蹴ったら思いっきりスパイクズボーンと入ってこうやって抜いて、もうそれもう収まりつかないからもうそのままもうロッカーに帰ってで全部着替えて、ね、気沈めて帰ってきて、あの通路を歩いたらもう穴開いてんじゃん、やっちゃったなってダメだなで、まあ、ゲーム終わって、そしたら、その月の給料明細に修理代って入っててちゃんと入ってるんですよ、ちゃんと直しましたよって言ってくれればさ、まあ、はい、ああいいっすよって、はい、勝手に修理代って入ったのまあでも、はい、どっかでね、そういうでも熱いところがね、やっぱあっていいなと思う、まあ、そういうところも含めてね、新之助にはまだまだ頑張っていってほしいですし、僕はねこういうメディア側で見る方なんで、まあ、厳しい目でね、はい、ジャイアンツを見たいと思います、はいはい、今回はね、阿部二軍監督からのなんか一軍の、まあ、ベンチに入った時の話をいろいろ聞きましたけども、まあ、いろいろ苦労してるんだなと思いますね、はい、まあ、さらに苦労して頑張ってください、はい、以上です、ありがとうございました。まあガツガツ感はない
ですかね、うん、もうちょいもっとガツガツ野球に対して勝つためにとか、うん、それをアレンジすることによって多分リードとかになると思うので、だからね、そこがジャイアンツのプレッシャー、うん、ただ漠然と早いまっすぐからって言ってたって投げてくんないぜ確かに、はい、